我们都知道日本的女子排球非常厉害，而现在打排球的男生也越来越多了，原因是有一部热血漫画《排球少年》带动了风潮。跳跃扣球，稳稳救球。场上球员年纪虽小，练习起来一点也不马虎。日本各级学校近年吹起排球热，连小学生都热衷，部分原因跟这部作品有关。2012年问世的热血漫画《排球少年》至今已销售6000万册，动画剧场版也大受好评。主角日向向阳身高不高，但凭借努力、极佳的运动神经，在球场拼战的精神激励不少人。友達ん家にこのクラブに入ってる友達ん家に行って、その時に初めて排球っていう漫画を読んで、それでみんな一生懸命つないでて。面白そうだから、その子にバレー入ってみたいって言ったら、その次の日ぐらいに体験に行って、それで優しい、初めて行ってもみんな優しく仕掛けてくれて。因为排球少年接触排球的不止这名小球员，曾任日本男子排球队队长的柳田将洋表示，这部少年漫画把很多人带进球场，他自己也是粉丝。统计数据更显示，日本高中男子排球社成员不断增加，2012年约35000人，今年已超过50000人。有教练就认为，漫画助攻下，大众对排球运动更有兴趣。やっぱりこういう小学生のバレーっていうのは結構知られてる人ってあまりいないんですよ。そういうのから見るとやっぱりこう漫画って一番読んでる層っていうのは小学生なんですよね。そうすると小学生のこの段階の一番のバレーボールでいうと底辺の部分、この部分の子たちが俳句を読んでたくさん入ってくると実際には分母が大きくなっていく。其实日本排球队一直都表现不俗，有东洋魔女称号的女排曾多次在奥运夺牌，男排目前的世界排名也上升到第4。不过虽然日本人越来越关注排球，国内联赛获利能力目前仍有限，选手无法纯靠打球谋生，相关球队则表示正努力进行跨界合作，希望吸引更多民众进场观赛。公视新闻徐婉玲编译。